はい、どうも皆さん、こんばんは。太鼓のチョブログチャンネルの、鈴木貴博です。今回もですね、動画をこの角度から直接、お届けしたいと思います。まだいろいろあったことをですね、つらつらと、述べていきたいなというふうに思うんですけど、今回のテーマはですね、結構重要な重たい、トークテーマになると思います。で、まずね、そのこの新居に引っ越してきてからですね、その僕はこの家にソファーとかがないということで、結構座る場所とかがな、パイプ椅子とかだけになってしまいがちなんで、あんまりこうそのせいかなのか分かりませんけど、起きる時間というものがなくてですね、この新居の家の中でもやってることもほとんど何ていうか淡泊な仕事のことばかりで、楽しいことなんて一つもやってなかったですね。で、その背景としてやっぱりそのソファーがなくて、こうくつろいでこう座りながら何かできるっていうのがなかったからだと思っています。で、そこで何かこうアゲインし続ける感じっていうものを演出するためにどうしてたのかというとですね、今からお見せします。ソファーとか買ってきちゃえばいいんですけれども、ちょっとね、大きいものを運ぶのっていうのはだるいんで、僕の場合はですね、布団をこうやって折りたんで、ちょっと汚くてすみません、これちょっとカビが生えちゃってる感じなのわかんない、こう自然にできちゃったんですけれども、折りたんでですね、こうやって枕をこうやって土台、その背もたれとして置いてですね、どっかりとですね、腰掛けてしまうわけです。これはソファー代わりなんですよね。結構これが快適だったんですよ、意外と。そういう風にして代用しております。はい、今まで使っていたパイプ椅子っていうのが、ああいうやつですね。あれは食事を取る時用に、使って、おります。はい、でですね、他にもいろいろあったこと、もう一つあってですね、普段飲んでる薬というのが僕メンタル疾患なんであるんですけれども、例えばリスパダールと、サイレースという薬があるじゃないですか。で、それでリスパダールっていうのはメインのお薬として一つあって、そのサイレースというのが頓服の睡眠薬として一つあったとしますね。で、それで例えば僕が普段仮にですね、現状を聞いていたとして、どちらが効くのに優勢かというと、実際のところを言うとですね、本音を言うと、サイレースっていう頓服のですね、その眠剤というものを飲んだ時の方が、現状が圧倒的に日中の時間少なくなるってことが分かってるんですね。で、そういったところを僕は飲んでなかったということで、最近ですね、そこでこう損していたっていうことが分かってきております。サイレースっていうのを飲んで夜寝た時は、夜よく眠れたせいか、その日常時間帯全く何もこう現状効かないんですよね。だから僕の場合、明らかに効く薬というのが、そのメインのリスパダールとかではなくて、そのよく寝るタイプのですね、薬、その眠剤の頓服となっているサイレースということが最近分かっておりまして、それで僕は良くなったので、こういうのをちゃんとやればいいんだってことがね、この新居に来てからやっと分かりましたね。はい。で、今回はですね、その記念ということで、歌をね、一曲歌わせてもらいます。はい。ではよろしくお願いします。今回ですね、ちょっとリンクした、歌詞の曲がいいかなと思って、ミセチルドのですね、キャンディーという、曲を歌おうと思います。何かしらのこうつながりを、感じるような歌詞と世界観ね、演出できるかなというふうに思います。ではよろしくお願いします。フルで歌いますので、では。諦めよと、里スカイロに
君がそっと侵入してきて、何食わぬ顔で夢をちらつかす、上手に包んでしまったものが飛び出したいとうずいてる、痛い記憶を最後に寝たふりしていたくせに、柄でもないけど会えると嬉しいよ、悩んだ末に思いを飲み込む日々、ほろ苦いキャンディーがまだ胸のポケットにあった、気づかしたのは君、多くのことを求めすぎてできるだけそばにいたくて、そんなことしてる間に息が詰まる、大抵人はこんな感じで大事なもんを失うんだろう、そして懲りもせず君を欲しがってる、みっともないけど全てが愛おしいよ、一人の目にお腹が爆発する、甘酸っぱいキャンディーがまだ胸のポケットにあんだ、君が食べておくれ、昨日の夜いつもの片頭痛が僕を襲って、飲み込むタブレットやけに会いたくて声が聞きたくなって、みっともないけど全てが愛しいよ、一人夜更けに愛が爆発する、ほろ苦いキャンディーがまだ胸のポケットにあった、ただ一つだけ、甘酸っぱいキャンディーがまだ胸のポケットにあんだ、君が食べておくれ、はい、ありがとうございました。ではね、この辺で今回の YouTube ブログ動画は失礼したりしたいと思います。ではまた。バイ。